何時間目かを始めていきたいと思います。これは狼です。じゃあ行きます。一番最初、勇気アットマーク恋と、あ、今回の名前ですね、これです。サインはギリギリかけたんですけど、今この人東京行ってるからね東京の男になってるから、もう今日は焦らずにやっていくけんね。バンド楽しんでこの人も東京行ってるからライブ見に、バンドの楽しみ、貝のようにリンクを追いかけて、ありがとう。じゃあ次は、伊藤出た、毎回ね本名の人、もう誰なんで毎回本名なんだよ。伊藤早く、うん、早く招待、招待ね、招待どういう字だっけあー、分からん、もういいや、ひながらで招待、はい、伊藤ありがとう、伊藤早く招待を表せ気になる、マジで誰かわからん、誰かわからん誰かわからんけ、誰やって思いながら毎回書いてる。じゃあ次、吉彦6枚めっちゃ取っとんねいや、なんかね、まあ、今日お話し会してたんですけど、なんかみんなすごいさ、私まだいるのに、私まだあと1ヶ月半ぐらいおるのに、思い出を振り返る、思い出を振り返って振り返るんですよ、みんな。でね、さっきのお話し会でこの吉彦さんも思い出を振り返ってて、なんか出会った時から私の好きなとこまで全部振り返ってくるんですよまだ早いまだ早いけんってなる、いや、 いやいやいや、まだおるけんみたいな。しかもなんなら4月結構お話し会あるけん、多分4月多分5回4回ぐらいかなあるんですよ。やけんさ、え、もう、まあ、早ないって感じそう、そうよ、私もう全然ね、もうね卒業する気配ない、もうこんな格好して簡単言わんけどす、思い出がね、そうなんですよ。とりあえず3枚、ヒゲはちゃんと揃う、ほら吉彦も茶髪好き、ちゃんと言わんとかす、とりあえずどうしようかなと、私なんかめっちゃ悠長に書いてるけどめっちゃ余裕ない、コーヒーの、じゃあ1枚、じゃあ1枚さ届くまでお楽しみにしていい？1枚内緒にしとこ、1枚内緒、もう2枚は、たくさん毎度ありがとう、コーヒーの匂い結構いいねでした、ありがとう、また後でたくさん話そう。次は、ウサナコ、今日ラストだったんだって、
なんか今日ラストの人もさ、ちょこちょこってさ、もう早すぎて無理ってなった。上から目線、まあ DD だったけどいいやつだったよめっちゃ上から目線ありがとう。はい、じゃあ次はあかね、あとマークたまたこ3枚。めっちゃね、今日ねすごいねから元気だったの。あかね、あとマークたまたこ、あかね、じゃあ1枚シークレットにしますね。たまたこ、くれてありがとう。早く我が子を持って元気、本当に絶対ね、から元気だった私はもう分かるね、楽しい思い出を作っていこう。ありがとう。じゃあもう一枚はシークレットにしとくわ。もう一枚シュークレット乗せてきます。ありがとう。そう、早くワナカおごって、私もワナカが食べたいはい、じゃあ次はアキヒロ。アキヒロ、アキヒロもね今日最後だったんですよね。もうねダメよ、今日リンコ泣かんって決めたのにアキヒロのせいじゃないかできたら。そう、じゃあ次は、ゆきひろ5枚。あ、今日なんかミレンって言おったわ。なんかね、なんか知らんけどいつもね、あ、ミレンって言おったっけ、なんだっけ、ミレンかもって言おった。入れてるかな今日。あ、見れた、ありがとう。意外と今日元気そうでよかった、安心したよ。あ、そっか、あの今日あれだ、あのライブに行ってたんだよね。
じゃなかった、嘘。あ、結構思ったより元気そうじゃんと思った。なんか最初はなんか、あ、元気そうか、あ、やばい、雪降るやばそうと思って、そしたら結構元気そうでよかった。ありがとう。そして次は青鬼くん3枚です。青鬼くん、この前久しぶりにさ、久しぶりに四国来れるねって言ったのにさ、ちょっと申し訳ない。あるなって感じ。と思いました。じゃあ次は、あやと。あやと。一枚シークレットにしておきます。ありがとね、友達。じゃあ次はシークレットにします。最後の方は沼んどっぷりだったね。あ、誕生日なの？おめでとう。ちょクラッカー書いとこう。おめでとう、ありがとう。
じゃあ次、キャンパー。キャンパー、キャンパー初めて見た。キャンパー、キャンパー、あ、インコラブになったの。あはあ、開業、開業ありがとう。最近ショールームであれじゃん、よく見る人じゃん、よく見る人じゃん。じゃあ次、ともや。この前と2回連続。キャンパー感じです、ありがとう。じゃあ次は、ドンアットマーク台湾。なんかさっきね、声がね、聞こえなくてうまく話せなかったよね。全然声が聞こえなくてね、なんかうまく話せなかったんですけど、ありがとう。何その急はありがとう、せいせい。じゃあ次、クビちゃん、3枚。ほら早くプロポーズしないと。もういつまでたってもね、私のことをね好きだと認めてくれないんですよ。認めてるか、認めてるけどな、結婚してとは言ってくれないんですよね。早く認めないと。教養、教養、教養、教養ってどういう字？求めて。あ、4月になんかいつも言ってない？なんかいつもプロポーズまだですかって言ったら、何月にねってずっと言ってる。プロポーズ求めてごめん。リンクはプロポーズ待ち。もう1枚は、シークレットにします。ありがとう。じゃあ次、タイタン、全然元気じゃなかった。もう私のことをツイッターですごい褒めてくれてるので、そう、もうそのお礼をね、言おうと思って忘れたんですよね。ありがとう、はい、元気になってね。じゃあ次は、のりゆき。のりゆき、のりゆきもね、最初はね、あの違うメンバー推しってイメージが強かったんですけど、もう今ではなんか、あ、私もしかして結構、私のこともしかして結構好きって感じになって、結構そういう反応の人も結構おるんですよ。はい、ありがとう。また後で、また後で、また後で来るか知らんけど、ありがとう、さっきお話し会。じゃあ次、せんちゃん。ザビエルリンコ大切な人ね。いつもなんかあの昼食の時ザビエル強要してくるけん、最初全然そんなんじゃなかったら、なんかね、気づいていつもザビエル強要してくるようになって、今日のザビエルはちょっと顔が事故った。ありがとう。じゃあ次、マサオ。
そう。ちょっと泣けることを書いてみた。離れていても心は一緒。落ち込んでたか。ありがとう。ちょっとね、泣けることを書いてみたよ、たまにはね。じゃあ次、マナーさん、ありがとう。ちょ、書ききれんのやけど。とりあえず、もう書ききれないので、この3年間の思いを書きました。したことに。ありがとう。3年、本当に楽しかった。ありがとう。泣ける。じゃあ次は、クモハを話してないからちょっとどんな様子かわかんないんですけど、まだ読んでないよ。ちょっとケンズが心配なんですけど、クモハはずっとホスト、なんかホストみたいな感じの汎用をリンコにしてくるから、もうサイン会でサイン会でホストって書いた。じゃあ次、いい、ちょっとうまいこと書く。はい、チケットはなくしてもリンコはなくさない。あ、今呼んでいるね。なんかチケットなくして落ち込んでたから、チケットはなくしてもリンコはなくさん、うまい。じゃあ次、ひろふみ、ありがとう。なんかすごい今日いいこと言ってたので、ありがとう。今日すごいいいこと言ってたね。なんか今日すごい、なんかリンクが決めた道なら応援しみたいなこと言われて、もういいこと言うなと思った。じゃあ次、お疲れ。私このお疲れの彼の真相まだ知らないので、カレー作って、リンコに食べさせてです。もうカレーが、私最初カレーが、配信とかに来るようになった時に、あ、この人カレーが好きなんかなと思うよったんだけど、どうやらそうではないらしいから、すごい気になる。あ、スタヤ、あ、来るの、待ってる、ありがとう。じゃあ次、ゆうぞう、3枚。なんかさ、雄三がサイン会とかに来るようになった時に、なんかこの漢字の字、雄三のおかげで書けるようになったわみたいなこと言った気がするけど、もうね、プロやけん。はい、じゃあ1枚はシークレットにします。はい、まんじゅのプロになった、一緒に卒業、ハート。ありがとう。じゃあ1枚はシークレットにしとくね。はい、シークレット、ありがとう。さっきはいろいろ教えてくれて、あ、なんかそれのことについて次のお話し会で話したい。いや、来るか知らんけど。じゃあ次、こんいち、ありがとう。結構ね、ここ1年ぐらいで結構ね、仲が深まってるね。
こいつと仲良くなれて嬉しかった、ありがとう。はい、じゃあ次、熱帯雨林。ヌートバー選手と誕生日が同じ。あ、そうなんですか、嬉しい。熱帯雨林です、早く教えろ、もう気になっとんよ。寝れんタイプなんよ、25じゃ遅いけん。じゃあ次、ナバル。なんかさっきムチムチボディがどうたらかーたらなんか好きなんだみたいなこと言ってたから、実はね、私もね、こう見るとね、ムチムチボディなんですよ。いやー、やだ、リンコペロペロとか言ってきた、やだ、なんかやだ。ありがとう。じゃあ次は、乃木かず。乃木かずも。はい、ありがとう。ありがとう。乃木数もリンク数か、でなんか見ないあれだったからありがとう。じゃあ次、カズノシン。お互いリンクで、お互いね、体調崩しがち同士なので、お互い元気でいようね、約束。ありがとう。じゃあ次は、エリンちゃん。ありがとう。エリンちゃん、ちょわ。あの6周年で、あれ、あの広島来るとき楽しんでね。ありがとう、エリンちゃん。じゃあ次は、もち太郎2枚。あら、あのライト、ライト、なんか自分はライトオタクだみたいなことをね、あ、間違えた。自分はなんかライトオタクだみたいなこと言ってたけどね、あの全然ね、ライトオタクじゃないけんね。ありがとうね。あなたは、ありがとう。だからあなたは川野さん、髪の毛のくるくるが好き、なんかずっと思ってて言えなかったことをここで言います。ありがとう。じゃあ次はけんちゃん2枚です。けんちゃん、けんちゃんもね、やまないでね。だいたい今まで の、 あの傾向が、あの性格も苦痛なことが多いので、ちょっとね、気になるね。じゃあ次、館長。
3年半 DD だったけど楽しかったよ。あ、仕事なの？大変よね。まあね、DD かましてくれましたけどね。まあそれいじるのもね、私は楽しかったです。じゃあ次、赤緑ハッピー、たっちゃん。お、サインとかめっちゃ来てくれるんですけどね。あ、間違えた。赤緑ハッピー、赤緑。しばらく見てないから結構しね、またもう一回見たいなって思ってます。ありがとう。じゃあ次、佐野誕生日だから待ってる。ありがとう、おめでとう誕生日。ごめん祝おうって思ってたんですけど、その違うことに気が取られすぎて忘れてた。ありがとう。だけここでお祝いしてくる。じゃあ次、中村光弘ね、北海道行ってたのずるくない？お土産よろ。ありがとう。北海道楽しいね。なんで北海道ってんのか分かんないけど、なんか自慢された。来週会おう。会おう。じゃあ次、角3枚。この前のさ、クアトロのさ時さ、なんかさ、右のさ一番後ろのさ、右の方がめっちゃなんかさ癖強すぎてさ、血まぶしかったわ。はい、バラあげん。サラピに怒られてしまえ。なんかね、二人ともなんか右の上がめっちゃリンクをね、なんか輝いてたから、わっ、めちゃくちゃ強いと思った。じゃあ1枚シークレットにします。はい、シークレット。ありがとう。そうそうそう、強いか、なんか強って思った。じゃあ次、エイコン、ありがとう。なんか見てなさすぎて。久しぶりすぎる、元気です。ありがとう。最近全然なんか見、元気か。でずっとゴンスケって言っとるのも君だけやけ。マジで。もうゴンスケとか懐かしすぎてダメ。じゃあ次、カリさん。今なんか単押し機関みたいな言ったけど、もうちょっと単押し機関にしてます。ずっとリンコ単押し機関。ありがとう。ゴンスケじゃないけ。ゴンスケって言ってもね、多分ここの8割方分からんと思う。じゃあ次、カオル、ありがとう。カオルと、ありがとう。カオルと出会って結構、私なんか今思ったらカオルと結構最初初めてお話し会とか話したこと思ったら
あ、結構長くな、長い、もうなんか全然そんな時間なかったけど結構長くなったなと思いました。ありがとう。じゃあ次は、加藤加藤はサラピとね、あのね同じこと言う、卒業認めないみたいな言ってるから、いい加減認めろです。ありがとう、早く認めてください。次、まるちゃん、ありがとう。ありがとう、ありがとう。あのうちは、あの生誕祭の時のうちわをすごい気に入ってくれてて、その話をしたんですけど、で、ありがとう、来週また会おうじゃあ次、コミ。え、なんか見てない。ありがとう、コミ。なんかさ、この服危ないね、ちょっとさやばやばい、ツーショットとかさ見えてたらどうしようありがとう。最近会ってないから、会ってないからっていうかな、顔見てないからまた見せてください。ありがとう。え、思った、え、なんか暑いけいいやと思った。ちょ、危ないわ危ねえ、ちょっとこう上げたけど見えんように危なかった。はい、じゃあ次、たかのり。たかのりがなんかこの前新しい商品見つけるみたいなツイッターで言ってたから、ゆるさん、新しい推し、ゆるさん、この前ツイッターで新しい推しを見つけ、うんみたいな言ってたから、見つけません、ゆる、見つけません、許せませんはい、じゃあ次、モガガルを、結構ね楽しかったので、最後まで楽しく、ありがとう。よくないよくない。100人以上聞きましたが一番好きです。お、そうなん、なんかね、ツイッターだっけ、ツイッターでさ、すごいさ PA みたいなの言ってたから。じゃあ次、ピロリー、あ、寝ろ全然足遅れたね、 OK。 超喜びそう、このメッセージありがとう寝ろ、寝なさい好きね、そんな。じゃあ次、レミちゃん、ありがとう。泣かないでね、もう。レミちゃん6枚、ありがとう。もうね、毎回話し会でさ、話すたびにさ、毎回さ、絶対さ、大好きって言ってくれるの嬉しい。メコ SD、 カメコのさ、東京のやつあってさ、あれめっちゃ嬉しかったよね。
1枚はシークレットにします。今から書く。でかくて邪魔だと思うけど、大事にしてください。まあいつか捨ててもいいよ。はい、結婚諦めるのか。ダメだよ諦めたら。結婚諦めないキャラなんだから君は。じゃあ次、さゆっちょ。いつまでし、なんか自分から DD 指名手配犯とか言ってくるから。まあ確かに。もうでもね、さゆっちに関してはね、もうね DD 過ぎたな。もう指名手配犯のね、何者、指名手配犯どころじゃない。もうねそれ以上の重罪。じゃあ次、ビンゴの髪、赤アフロね。結局あのさ、あの金アフロがさ、なんか結局ペンライトを黄色に変えることもなくっていう。はい、ありがとう。でも黄色もね、赤もね、なんかねずっとね目立ってた。あ、渋谷君の遠いのに大変じゃん。ありがとう。そう、黄色アフロがね、ただのね金髪のアフロの人になった。じゃあ次、ジオ、ありがとう。もろた、あのハーゲンと一緒にもろた。ありがとうジオ、毎回ね、ありがとう。ジオはなんか 何も言わずに見守ってくれるような人だから。だからじゃあこれからは見守ってねと書きました。じゃあ次、チチリソ。なんかめっちゃ来週来るって言ってて、すごいね、な声がねうるさいんですよ。だからコールがいい意味で楽しみだし、いい意味で心配。なんかあなたコールでかいからできんねってなりそうで心配。じゃあ次、そうなの。出会っておけばよかったみたいに言ってたんですけど、でも私は今の時期に出会えてよかったと思ってます。今日も面白セクシーした。そこ見てるの？ありがとう。そう。じゃあ次、ロッカ。ありがとう。あーもうね。もうね、私ね多分一生ね、またなんていうか、あ、そっか、もう私一生ね、CEO 発表した時のロッカの顔が忘れん。なんか本当に切なすぎて、今日話し会でもさっき言ったんですけど。ありがとう。結婚したら結婚式呼んでね。みんないつか結婚したら私呼んでください。推しメン代表でスピーチするんで。新婦、新郎さんはこんなポタクでしたって、私推しメン代表でスピーチするから、みんな結婚したら私呼んでください。じゃあ次、カツヤ。また入りで会えるけんね。してない。え、行く
ゆくあのよろしく。はい、ありがとう。かっちゃんといえばあの東京で毎回あるあの夜話会に来てくれるイメージが強かったのでそれに書きました。ありがとう。嫁乗り換える。ダメやダメや。結婚しないの？じゃあ私が結婚したらあのポタク代表で呼ぶね。やだ地獄すぎる。じゃあ次黒パンダ。黒パンダ黒パンダすごい名前だ。ありがとう。まあそういうのは私はね好きですよ。すごい変わってる、変わってる人は好きですよ。変わってる人は好きですよ。じゃあ次、ケイタ。ありがとう。ケイタはあのケイタかな。なんかねケイタもねなんか地味に3人ぐらいいるんですよ。この前あの会った人かな。14、15って何？あれか。ツタヤか。あ、嬉しい。また来てくれるの？待ってます。ありがとうね。ちょっと人見知りだけどね、そこもね、いいよね。そこもいいよね。じゃあ次、ゆいちゃんタロール。なんか私のせいでね、髪の毛が全部白髪になってたんですよ。バレてた？バレた？そう、なんか私のストレスで髪の毛が全部白くなったって言って髪の毛全部真っ白になってた。じゃあ次、ゆういち。ありがとう。ゆういちゃんの DD いじりするのは私がね、ゆういちを DD いじりするのがね、結構好きでした。川崎行きも、お、待って待ってる待ってる。ありがとう。あ、マクアニメッセ行きます。まあ撮るよ。いつもね、リリージしてごめんね、ほんと。じゃあ次は、しーちゃん6枚。今日手紙をね、書いてくれたんですけどね、私がね、なんかね、中学行きたいなって言ったらね、絶対嘘みたいな。ほんとだよ。ありがとう。嘘つきじゃないもん。ほんとだもん。ほんとだし。あと今日さ、朝さ、ツイッターにさ、なんかやってほしいみたいなあげてくれよってさ、やろうと思っとったんだけどさ、めっちゃド忘れしとった。ほんとだもん。でも私、中国の文化にすごい興味があります。行ってみたいな。あの本土行ったことがないから、なんかしーちゃん香港やけん、香港ディズニーランド行きたい。そう、見た。あれね、やろうと思ったんやけどね、忘れとったんよ。しーちゃんもね、ポタクやめる宣言してる。本当かな。
1枚シークレットにします。違う、そう、しーちゃんはいつもあの絵をすごい描いて送ってくれるんですけど、それがねもうみんなに見せたいぐらいすごいんですよありがとう。あ、父と母嬉しい。おー、じゃあ次、え、シークレットメッセージどうしようかな。はい、シークレットメッセージ、ありがとうじゃあ次は、高道出た出た高道、本名界隈じゃ珍しい、なんか全部本名で来るけん、もうそれで覚えてしまったんよ。ね、アイス大好きなんですけど、そう、アイスの先輩で見送りをいつも目を合わせてくれない事件最近やっと解消された。じゃあ次、まさまさん、ホーク分かったじゃあマサマサもね、もうね、マサマサってことはもうリンゴリンゴってことかなと思って書きました、メッセージありがとうね。じゃあ次は天使の絵の具、ありがとう。天使の絵の具の思い出は公園でめっちゃ目が合ったことが思い出です、その中では。じゃあ次、騎士だ、2枚、騎士行くにあたってキッシーと呼ばれることがあったら、もうこれは昔いた石崎凛子ちゃんがつけたんだよって言ってください、ちゃんとありがとう。あ、店長イベもよろしく、よろしく来るのありがとう、待ってます。じゃあ次はめっちゃキノコ、めっちゃキノコも今日から元気だった。
大阪のね、なんかあの でっかいとこどこなんかめっちゃ気になるけど、大阪いっぱい行くねありがとう。大阪へね、あの観光ねしてみたい、あの難波行ってみたいから、その時はあのよろしゅよ、呼ばれ呼んだね、あのかなり昔に呼んだねじゃあ次てっちゃん、ありがとう。てっちゃんも何も言わずに見守ってくれる系ポタクだったのでありがとうてっちゃん。じゃあ次は、栃木のスーさんなんかもうあれやんね、もう吹っ切れて DD かわしそうDD はありがとう。今まで倒そう、めっちゃ薄いやん、めっちゃ薄いやんありがとう。なんか今日はすごいリンコ倒し感をね醸し出していたけどね、めっちゃ薄いやんみたいな感じじゃあ次、千葉のたまくん、ありがとうね。最近ね、最近すごく仲良くなって、 TDC のあのなんだっけ、あのブサイン書くやつも当たってたんですけどね、幕張もね来れないんですよ。そう、涙が止まらない、ありがとう、やばい。じゃあ次、トモ先輩、ありがとう。ねえ、この前のさ公園おった、トモ先輩。先輩はね、一見見えてね、すごいなんかちょっとツン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 してるんですけど、実は結構メンバー思いなところがあって、そこがいいですね。ありがとう。6月7日ですが、悲しい。あ、おらんかった？なんかね、一人ね、めっちゃね、トモ先輩に似てる人おったんよ。でもなんか奥さんがおらんかったけ、あれ違うよねと思ってずっと気になっとったの。ありがとう。じゃあ次、アンバ。アンバ。なんか私が辞めてもね、ずっとね、あのね、ガチ恋らしいよ。ありがとう。私のことずっと忘れないでね。ずっと好き。ほんとかいな。こんにちのサイン会分の振り返り、まだ。まだですね。じゃあ次、ダース。男性もなんか TGC でなんかサインやっとっとった。ちょっと浮気者なんで強めに行きます。幸せになってるだとありがとうじゃあ次マックン、あ、仕事で見れんって言った、仕事じゃない予定か、予定があるって言った。は結構本当に2年半3年ぐらいかな、3年か2年ぐらい歴が長いんですけど、なのにずっとね敬語なんですよじゃあ次、山口アットマークポキパセ、あれサイン通る人、間違えてませんアットマークポキパセ、アットマーク、ありがとう。あら、PR ピターでリンクの魅力をして、あー、それはつらい。つらい、自分が言うな。ありがとう。え、そうなんじゃん。え、くそ。私がやめんかったら絶対沼に落としとったのに。ありがとう。じゃあ次、ウーフーの。
私ね、私男らしい人が好きなんですよ。男らしいといえば迷彩柄の服じゃないですか。うんふんよく着ててそこが好きです。ありがとう。男らしさといえば迷彩ってなんや。あ、待って、やばい、サインが足りない。やばい、すいません、サイン2枚ありがとうございます。やばい、あと7分で絶対終わらせなきゃ。じゃあ次、北斗。ありがとう。今日北斗は人生で初めてプロポーズをしたらしいです。さて誰にしたでしょう。私ねえ、しかもペンライト柄のさ花束を持ってきてくれたの嬉しかった。成功おめでとう。成功はしないけど、まあいつかは。ありが、1枚はシークレットにします。ありがとうね。ね、あの海外はね届くまで時間がかかるけん。じゃあラスト2枚なんですけど、ちょっとサインを書かなきゃいけない。しかもね今日のねサイン会のサインはねちょっといつもと違うんですよ若干。じゃあ佐々木、ありがとう。なんか今日さお話し会して車が大きかったけん結婚したらなって聞いたら秘密とか言ってくるけん、もう気になっとるよ本当に。4名はい、ありがとう。じゃけん嫁はリンコだけでしょってこと。ありがとう。今日のサインはちょっと時間なさすぎて書くのちょっと点々がモコモコになってます。書きやすいようにっていうね、もう時間なくてちょっとごめんなさい。今日はモコモコバージョンです。まあ、ある意味リア。じゃあ最後、ヨンユッタロー。なんかいつもサイン会最後やね。そう時間なさすぎてね、点々書けんかった。わ、手話の和って何。わ、語る。手話の和って何。手話、あ、語るか。はい、ありがとう。ヨンユッタロのおかげでちょっとだけ手話ができるようになりました。かわいいらしい。ありがとう。そう、呼んだっけ見ました。あ、間違えたごめん、書き直す。ちょっとごめんなさい。やー、まあこれで終わりやけん。間違えた。最後。
手話や。ありがとうございました。では終わります。じゃあね手話じゃあねとかうまいこと言うんじゃないよ。じゃああと次の部門よろしくお願いします。ある人、あ、今日はよかったらちょっとだけ配信したいと思います。またバイバーイ。お疲れさん。